ギターヒーローへの道。始まりました。結構空いたんで、まあ、ちょっとその僕がなんかこういうことやろうとかやってみてくださいっていうのを、まあ、ちょっとあのお伝えさせていただいたと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとどのぐらいできてるかとか、まあ、ちょっとどう感じてるかとか、あとまあそれを見てそのちょっと課題を決めていきたいなと思ってるので、早速いいよこれで筋トレになる。はい、すごい初歩的なんですけど、はい、ピックの持ち方、はい、そうですよね。この人差し指に乗せるんです、横にサイドに。ちょっと腹側で、なんでそんなバランス力がいけました、はい、でこれこのままこう曲げてピッて、ピッ、おお、これで力、あんまり力入れずに、入れずに、はい、コードからいきますか。そしたら、はい、コードはちなみに何を、 E マイナー、 E マイナーと、はい、 C、 これ A マイナーですね。 A マイナー、はい、くー、でででで、これとこれをの持ち替えを、はいはい、頑張ろうみたいな。で A マイナーをそのまま上持っていくと E メジャーになりますね。あ、綺麗あ、A マイナー、 A マイナー押さえて、 A マイナーを押さえて、それをそのまま全部上に持っていく。そう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 、そうそう、完結したあとドレミファソラシドを聞いてください。はい、おお、いいですね。これをやってました。これそうですね、はい、割と強く触るぐらいだけだとこれぐらいと聞こえないんで。そうですね、まあ、こんぐらいの強さ、うん、そう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 、わいや、いいです、それ で、 あ、 で、 もでこれって難しいのが他の弦とかなっちゃったりするじゃないですか。でもやっぱ小さく弾くとあのごまかしちゃうんですよねそうですね。だからそれを最初からやってると、例えばじゃあいざ本番やるって、うんうん、なんかちっちゃいなっていうか自信がなく聞こえちゃうんで、だ最初から割と大きめで練習しておいて、で大きいのを小さくするのは簡単なんで、今日はちょっとその課題としては、うん、まあ、ピッキング、どっちかというと右手の動きをちょっとその意識した練習をやってほしい、うんうん、90、はい、やってみます。せーの、焦る、お前が私を焦らせる、すごい。だからこいつに踊らされてるとまだあれなんで、こいつをもうなんか従わせるぐらいの、そうです、お前が私についてきてるくらいっていうぐらいのなるといいですうぜーなんかピッキングもなんかあの今こうなんかちょっとこうなってるんで、ここにちょっと置いてあげて、でどんどん下がっていくんですけど、当然そっか、そう、なんか基準を作ってあげないと、やっぱ常にこうフリーにしとくと多分あのみなすげえガン見しないと弾けなくなっちゃうんで、うん、何かしらのこう自分の基準を、あのあと小指でここ触るとかもやってるんですよ。あ、これすごい支えられます。なんかじゃあそういうのでもいいですよ。よし、いっせーのーせ、わー、やっぱこのなんか指の腹が当たってますね、完全に。あ、ね、これもちょっとやってほしいんですけど、わー、刻む系、これもちょっと綺麗になると、そう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 、そう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 、あ、うまい、あ、いいじゃないですか。あれ、練習してきました、向いてるギター向いてる嬉しい
このアップってめちゃくちゃ難しいんですよ。そうなんですね。せーの、3。うわー、急ぐ。下り？ん？上り？うん、難しい。やっぱ重力に逆らってて、やっぱこのまずどの弦を弾いても同じ感じで弾けるっていう、うんうん、でそのさっき言って基準を見つけてほしいっていうのは、やっぱいつどの弦を弾いても同じ響き、このここって分かるように、やっぱ浮いてるとね、それがちょっと覚えづらいっていうか、筋肉的に覚えにくいんですよね、うん、みたいな。この120ぐらいまでは今日いけたらいいですね、うんうん、そうですね。いいの、弱くなってる。わまあ今100ぐらいでやってますけど、90、100ぐらいやってますけど、まあ最初その辺から始めて、あ、もうこのテンポ余裕だなってなったら、どんどん120とか130とか、もういけるとこまで全然5ずつ上げてっても10ずつ上げててもいいんで、うんうんうん、こいつを従わせながら、そうですね、まあ、最初は従う形になっちゃうかもしれないですけど、っていうのをちょっとやっていくといいかもですね。で次に、うん、これも本当に基礎中の基礎なんですけど、はい、まあ、よく見ると思うんですけど、初見です。あ、本当ですか。これも本当にシンプルに、シンプルにあの1個ずつ上がっていくだけです。で全部の指を使います。1から1 2 2 3 3 4。4がこの開かない、届かないんですよ。お、ここ、あ、曲がらない、曲がらない、あ、なんかすごい手がバタついちゃうっていうか、あ、ここがすごい、なんかそうですね、このやっぱね、薬指と小指がね、やっぱ一番言うことを聞きにくいんですよね。繋がっちゃってる。あ、ちょっとだからこうなってるんですよね、あの小指が。そうですね、もうこっから先がもなんかたどり着かない。いけ、あ、いったちょっとやっぱまだ力入ってますね。そうですね、あさあさあさ、軽く触るぐらいですよ。そんなに抑えるって意識、うん、そう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 。なんか小じ、生まれたての小鹿みたいになってる。頑張れ、頑張れ。あー、むずい。なんでだ。無理なのかもしれない。いや大丈夫ですよ。やばだめだ。いや僕も最初こんなんでしたから。え。みんなこの私みたいなこの生まれたての小鹿時代があったんですか？それはあります。だって実際僕もそうでしたし、本当に指だけでやろうとするとやっぱ僕も未だになっちゃう時あるんで、うん、その他の動きでカバーする、うんうん、ギターの位置をこうしてみようかとかっていうのを、あの同時にこの動かさない練習とか、あとその例えばご飯食べてる時とかにこう、うん、こうなんかここだけ、うわ、こうやってピアノやってる時にそれをすごくさせられてる。あ、そう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 。でも一緒ですよ、あの原理としては。そうですよね。あとはこう指を広げるやつとか、こうグーッとやったりとか。それがこれつけっぱでいいっすよ。うん、そうしよう、うん、それで大丈夫ですか。あ、全然僕もあの基本つけっぱなんで。これで どんぐらいだろう。これで、うわ、あれ、これ高い。左手はどうなるんですか。こう、あ、そうです、そうなんだ。高いかな。いやでもいいんじゃないですか。何も見えない、弦が見えないんですよ。うわ、弦の見方もその立ってみたら分かると思うんですけど、うん、ここを基準にしたりするんですよ。あ、この点々ってそのためにあったんだ。うう、一緒なんですよね、ついてるところは。なんか飾りかなって思ってました。だからさっき言ったピッキングの基準を見つけてほしいっていうのはそういうことなんですよね。やっぱ見えないじゃないですか。見えないから。じゃあこのまま座るっていう。そうです。これか。そうです。これで練習をしてほしいです。己の耳を信じて。そう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 。あれ、これ
しいの。自分の中では今弾けてたんですけど。全然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 欲しいです。あの次の弦に行ってるつもりなんですけど。そう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 。あ、音に。わー、これ感覚マジで C、F で、この間これを、ね、はいはいはい、ほとんどコード抑えられますね、基本的な。言われたらできるかもしれない。で C でしょ。で、まあ、A マイナーだけど A メジャー。あ、こうか。あとその下かな。こうか。そうそうそう。そうそうそう。おお。で E。それマイナーなんで E。これが。で。あ、そうそうそう。そうそうそう。あと B だけか。B って何ですか。B がですね、これが B がなかなか厄介で、これがだから多分最後の行動というか、クリアするっていう意味では、行動ボス。レベル1の第1面の第一面のボスで、こういうやつなんですけど、6弦は鳴らさない、うん、まずで5弦の2フレットじゃないですか。で薬指で4弦の4フレット。4? そう。ここってことですか?そう。え?こいつが?こいつが。あ、4フレットの4弦。4フレットの、4弦の4フレットね。そう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 。そうそうそう。すごい近づいてくるじゃん。お前。離れたくないって。離れたくないって。でもまあこういうことか。はい。小指で、これもいろいろ押さえ方あって、僕はあの、薬指で全部押さえられるんですよ。全部?ひょっとしてこの以下。そうなんですよ。小正波って言うんですけど、これをこう押さえられちゃうんです。こう。こう。そう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 。なんですけど、でもしそれがあれだったら小指を。そうですね。ちょっと小指にも助けてもらいながら。これ押さえたらいろんなとこ使えるんですよ。わあ、オッケー。できるんで、僕はその自分の体に合ったその抑え方を頑張って見つけたんで、田山さんもあるはず、何かあのある必ずあるんで、だそれを僕もちょっとまだ見極めながらやっていくんで、ちょっと時間かかっちゃうかもしれないですけど、でもなんかいけそうですけどね、このこれね、人間は助けてもらいながらも、うん、今縦に並んでるじゃないですか、こう、そう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 、あ、2人で頑張ろう、そう2人で頑張ろうでいいんですよ、こうかこうか、うん、うん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 、そうですね、そこっすね。足つぼでもされてるみたいな。すごい、もう無理ですって手が言ってます。すごい力入ってますね。いやーすごい。でも本当に最後これだけですよ。そうですよね。コードで言うと。こいつさえ。うん、なってるなってる。あー、なんかこっちを抑えようと頑張るとここがおろそかになるし、そうですね、そこのバランスを感じですね。うわ、むずい。いいですよ、でも制覇ができるのはでかいです。お、今日めっちゃいっぱい覚えましたね。違う、課題がいっぱい見えただけだ、成長はしていない何も。いや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 、ここからですよ。